同立戦は、同志社大学と立命館大学とのスポーツ対戦のこと、立命館大学サイドで割立同線と呼ばれている。もともとは、両校公式野球部の対戦を指すものであったが、アイスホッケー、ラグビー、アメリカンフットボールなど他のスポーツ対戦にも用いられることが多い。公式野球の同立戦は、毎年春と秋に、関西学生野球連盟のリーグ戦の、 最終カードとして、西京極球場で行われ、試合は、立命館大学放送局によるユーストリーム及び、ニコニコ生放送によるテレビ放送もあり、学生のみで運営、放送されている。大学野球としては珍しく、ナイターで開催されることが多い。またシーズンになると、京都市内の交通機関などに、同率戦を知らせるポスターが掲示される。赤々線ともに、 同リーグ戦の伝統の一戦として位置づけられている。立命館、同志社協に戦前から滑空部があるため、福井空港でグライダー競技会が行われている。この連盟の発足後に、関西の大学スポーツ界の人気イベントとしての立場が徐々に高まり、中でも軽のに大志学対決である同立戦は、一般市民にも多くのファンを生むなど、人気カードとして、 京都市民に親しまれた。戦後も同立戦は京都名物として人気を博したが、プロ野球や他のスポーツの流星などによりファン離れが加速。また1986年に同志社大学の一部が京田鍋高地に移転。1994年には立命館大学も理工学部が、1997年には経済学部。 経営学部が PKC に次々と移転するなどしたため、良校学生と西京極球場との物理的距離が増大。これにより、現在では学生の同立線離れも状態化しつつある。毎年、公式野球同立線が組まれる5月及び10月に開催される良校応援団主催によるイベントである。全3部から構成され、第1部は、 両校応援団による演舞共演。第2部は、両校吹奏楽部、チアリーダー部による合同ステージ。第3部は応援団に所属する指導部、吹奏楽部、チアリーダー部が揃って試合中の応援を再現する。かつては、演山公園野外音楽堂で有告に開催されていたが、近年では、京都市庁舎前広場に場所を移し、時間帯も昼間変えて行われている。 前夜祭り当日は、八坂神社から、京都市役所まで約1時間半のパレードも行われる。同立戦敗れる愛干せたカップ、京都スポーツ荒かると、富山教官のグライダー談義、立命館大航空部総部80周年式典と、立命館大同志社大定期戦、京都新聞。 https://www.kyoto-np.co.jp/.kp/.sports/.mandara/.c.、Er、富山、富山 ph m、php, m=1010212019 年7月20日、閲覧。当時の京都古大学野球連盟に関しては、関西六大学野球連盟などを参照のこと。関西学院高等商業部。 神戸商業大学の野球部ともに関西学生野球連盟から移籍。関学は1933年まではその連盟との掛け持ち加盟。関学の1932年春の大学昇格をもって関西六大学野球連盟に解消。ありがとうございます。